ミンチュ地域にド密着ファミンチ TV 沖縄ファミリーマートの岸本です。ファミリーマートの新サービスファミンチクラブにサービスを提供している沖縄渡部ウェディングさん富士総裁さんを訪れて社会見学、そのサービスの内容を紹介いたします。ぜひご覧あれ。ファミンチ TV ファミンチュクラブにサービスを提供している沖縄渡部ウェディングさんにお邪魔しました。岩永さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いい空間ですね。ありがとうございます。もう幸せが溢れてます。もうそのように作ってます。早速ですが、沖縄渡部ウェディングさんはどんなことを行う事業者さんなんですか？はい、沖縄渡部ウェディングはですね、2003年に開業しまして、ほうほう、主にウェディングサービスをご提供してます。というと沖縄県内もですし、国内のリゾート地、例えば北海道とか軽井沢とかで、また海外のリゾート地ですね、ハワイ、バリー、グアムとか、ああ、そんなに、そういったところで、はい、リゾートウェディングをご提供してます。でまたフォトウェディングもご提供している、そういった会社になります。どういったところに特に力を入れてますか？はい、これまでですね、県外のお客さんに沖縄のリゾートを求めて、いらっしゃってくださる県外のお客さんに主にサービスを提供してきたところだったんですけど、この素晴らしいリゾート地を沖縄県内の皆さんにもより届けていきたいみたいな、そういう思いで今そこに力入れて取り組んでます。なるほど。じゃあ沖縄県民にもどんどん訴求していきたいというところですか？はい、その通りです。これ岸本さん、そういうところ、もうまさにね地域にど密着。あ、なるほどなるほど、はい、ファミンチュってそのいかに県民に喜んでいただけるかってことを考えてますけども、はい、まあ、やっぱりウェディングも県内の方にもね、素晴らしい、リゾートウェディング、沖縄の、資源をねしっかりと生かしたウェディングを味わっていただける仲介ができたらなっていう、そんな感じで今、はい、はい、一緒に、やらせていただくことになりました。じゃあ実際そのファミンチュクラブではどんなサービスを提供しているんですか？はい、主に2つありまして、はい、1つがロココンというリゾートエリア、ビーチリゾートのエリアにチャペルがあるんですけれども、うんうん、そこで結婚式ができますよというサービスが一つ。ファミンチクラブから申し込んでいただくとちょっと特典があったり、はい、少し形が変わる、形というか内容がちょっとだけ変わってるんですかね。はい、あ、じゃあ本当に普通に申し込むよりも返した方が得がある、そういうことでいいですか？もう断然お得です。その通りです、はい、いいですね、素晴らしいですね。でその他には、その他には、はい、2つ目なんですけど、はい、撮りますっていう写真撮影のサービスです、うん、まんまですね名前、はい、撮ります、はい、これはもうズバリ、ズバリ、はい、撮りますと。この撮りますっていうのはブライダル衣装を着て、フォトウェディングもできますし、ブライダルに関係なくご家族の方とか知人友人仲間内でもこう記念撮影とか、そういったことをご提供してます。ちょっとこう遊び心というんですか、うん、はい、はい、これでしょ？そうです。ガチャガチャ、はい、ガチャガチャ、はい、結構撮影の時ってもちろんお二人だけでも素敵なんですけど、はい、そこに撮影のアイテムが入るとよりこうバラエティのある写真が撮れるので、そのアイテムがガチャガチャで2回当たりますっていう特典があります、はい、笑顔も出そうですね、自然にね。もうたくさん皆さん喜ばれます。あ、素敵です。そしてなんかファミマの、そうですね、せっかくこのファミンチュクラブから申し込んでいただいた方には、沖縄県内のファミリーマートで、召し上がっていただきたいという意味があって、フラチキのチケット5本分を、はい、じゃあ写真撮り終えたら、うん、フラチキ食べて、うん、はい、くつろぐみたいな。そうですね、できればファミカフェも一緒に。あ、そうですね。セットでお願いします。岩永さん、はい、上の階になんか素敵な場所があるんですよね。あります、はい、ぜひちょっとみんなで覗きに行きましょう。いいんですか、行って、ぜひ行きましょう。お邪魔したいです。はい、お見せしたいのはこちらのチャペルです。チャペル、皆さん想像してみてください、はい、中で皆さんのゲストのドドア、あ、そうですね、はい、でもステンドグラスがすごい素敵で、はい、素敵な、そうですね、もう中には普通でしたらお客様が、はいはい、待っててくださってる。待ってます。あ、わかりました、はい、想像しております。扉が開くのを待ってます。なんか私その感じになってきます。確かに。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではオープンします。おー、自動です。うわー、
ス張りなので自然光が入ってまた白も綺麗に生えて、うわー、はい、これは憧れの場所ですね。ファミチカップから申し込みいただいて、うん、このチャペルも使えるんですよね。はい、はい、そうです。で、渡部ウェディングさんの挙式に限って言うと宮古石垣の両方でしたっけ。両方です。両方、はい、の、 あのウェディング式場もあの使えますので、ぜひそのあたりあの詳しくはウェブの方に入っていただいて見ていただければと思います。素敵、はい、ファミンチ TV。 富士総裁那須さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、富士総裁さんはどんなことを行う事業者さんなんですか？はい、弊社富士総裁は、総裁ホールが県内8カ所ございまして、葬儀、告別式はもちろんのことなんですけども、まあ、事前のご相談や、あとは供花とかあの祝い花などの、 あのお花も取り扱っております。そんな中、どういうところに意識をして事業を行っていらっしゃるんでしょうか？そうですね、まあ、葬儀といってもですね、やっぱりあの地域で文化とか、まあ、いろいろ風習が全く違うんですけども、まあ、そういった地域ならではの文化だったり風習に合った葬儀を提案しています。ファミンチクラブではどんなサービス提供されているんですか？ファミンチクラブから申し込んでいただけるとどういうメリットが出せるかってところを結構時間かけて、はい、まず葬儀に関してはククル葬といいまして、うん、あの基本プラン、7万2000円から、葬儀が行えるファミンチクラブ特別プランをご用意しておりまして、あのご家族様の思いに寄り添った自由な葬儀プランを提供しております。やっぱり葬儀ってそんなにたくさんあることではないと思うんですよね、当然ながら。そういう時に急に困った時にはどうしたらいいんだろうって時に、あの我々ファミンチュがあの身近にいる存在に、まあ、あのとして少しでもお役に立てればという意味もあって、うん、あのこのビジネスがスタートしたという経緯もあります。なるほど、はい、ファミンチュクラブを通して、まあ、サービスを提供することで、地域に根ざしたご葬儀をより多くの方々に提供できるというところが、まあ、一番いいところかなというふうに思っております。はい、そして噂によると花の便りというサービスもあるよということなんですが、これはどういったサービスですか？はい、花の便りは、葬儀の供花は、もうそうなんですけども、まあ、お祝い花、はい、開店祝い、就任祝いだったりのお祝い花の、まあ、スタンドだったり、まあ、胡蝶蘭とかも、はい、あの配達も行ってますね。なるほど、はい、実際に見せていただける？はい、大丈夫です。ありがとうございます。行ってみましょう。はい、こちらはどんなお部屋でしょうか？はい、こちらのお部屋が、花の便りで提供しています供花やお祝い花を保管する場所になっております。ファミンチュクラブから注文が入ったらここで行けて届けてくださる？そういうことです。祝い花を提供するサービスというのは今回初めて？祝い花の、 あの胡蝶蘭等はあのこれまでも提供してたんですけども、あのスタンド花はあの今回ファミチクラブさんとファミチさんとあのコラボする中で初めての商品になります。じゃあ本当双方にとって新しいチャレンジ。本当にそうなんですよね。急に、お花を持っていかなきゃとか、そういう急な時にあのファミチクラブを思い出していただいて、すぐにここにコールセンターでありますので選んで電話していただけると、あの用意していただけるという意味では、あの本当の意味でその生活総合便利店、それを目指してますので、我々は。はい、それで今度うちのスパが担当なんですけど、はい、スタンドバターを持ったらお届け上がります。あ、そうです。個人宅にも届けてください。お届けします。あ、やりましたね、誕生日スタンドバター言っちゃったからやらないってことファミンチ TV。ということで、沖縄渡部ウェディングさんと富士総裁さんからいろいろとお話を伺いました。こうやってファミリーマート独自のプラットフォーム、うん、ファミンチュクラブができることで、はい、こうタッチポイントを増やしてユーザーなどが増えていくということが実現すると嬉しいですね。うん、そうなんですよね。はい、我々は本当ファミンチュだからできること、これを常に言ってますけども、地域ど密着をさらに進めてまいります。よろしくお願いします。いいですね。やはりあったらいいな、あんなこと
こんなことなんかちょっとアニメみたいになっちゃった、はいはい、ということで皆さんもぜひファミンチュクラブぜひ実際に触れてみてください。よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。登録すると誓いますか？はい、誓います。